こんにちは、今日もフットブツです。新しいスパイクゲットしちゃいました。まあなんか結構素材値の動画が続いてたんですけども、やっと新しいスパイクゲットしちゃいました。やっと仕事したか。やっぱね、カモにお金を使うということが僕の仕事ですので。僕普段ねモレリア履いてるんですけど、今日は久しぶりにモレリアゲットしました。まあ早速ちょっと開けていきたいと思うんですけども、こちらですね、黒金モレリアネオ4ベータの黒金限定カラーゲットしました。かっこいい。これなんかめっちゃ数少ないらしくて、販売速数がこの間ネオ4のベータじゃないネオ4ゲットしたんですよ。この間こちらですね、ベータじゃないネオ4をゲットしたんですけど、今回ベータちょっとゲットしたんで履いていきたいと思います。まあベータはこのいつも通りシュータンが一体化になってます。ここの部分がね、あとここがネオ4と違うのは、ベータ違うのはここの中足部がベータメッシュネオとなっております。でまあアッパーはいつも通りウォッシャブルカンガルーレザーとなっております。ウォッシャブっています。今回もネオ4とちょっと違うので、今回はちょっと履いていきたいと思います。ネオ4とネオ4ベータ何が違うかと言いますと、一番大きいところはこの集団の部分ですね。ネオ4ジャパンはこの中足部も結構違いまして、ベアフットレザーネオという素材になっております。もう触った感じ、ベアフットレザーネオの方がこうもちもちしてると言いますか。触って、失礼します。おお、これ全然違うやろ。はいはいはい、素材がこの中足部も違う仕様になっております。ではサイズ感もちょっと違うので、それはこの後フィッティングブーツで紹介していきたいと思います。じゃあフィッティングブーツしていきます。多分つま先がほらちょっとこっちの方が高いんよ。ネオ4ベータの方がちょっと高くて、ネオ3ベータの時も一緒なんやけど、マジちょっとの差で違うくて、ネオ4を開けて履いてる人はネオ4ベータでワンサイズ落とす人が多いです。これはピッチピチで結構ピチピチで履いてるから、ネオ4ベータもちょうどで履ける。ほらめっちゃちょうど。でもやっぱ、まあ、僕両方足のサイズ違うんですけど、若干こっちの方が空いてる。マジ若干。同じサイズってことですよね。26、26ってことでしょ、うん、どっちも26。水のモレリアいいですか。モレリアいいですよ、やっぱ履きやすい。ちょうどですわ、めちゃくちゃちょうど。でなんかやっぱ高高い人はちょっとここが気になるかも。はじめここがパツパツになる、まあ、僕はまあまあまあ許容範囲かな。ちょっと広がってるけど、まあ許容範囲慣れてきたらこの辺も広がってくるんで、この辺馴染んできたらいい感じになってくるんで。僕がネオ4を履いてる、ベータ履いてる理由は、ちょっとでも高いのを履きたい。いやらしいな、めちゃめちゃいやらしい。まあまあ冗談として、あの3はベータの方が海外限定多かったんで、それで履いてました。ネオ4の方もめっちゃやりやすいということで、まあ、ちょっと中足部とかちょっと違いあるんで、初め何分かはこの両足でやっていきたいと思います。やる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 。
俺の仕事が1分半です。大雨です。お疲れ山でした。まあちょっとね、フォーベータ履いていったんですけど、途中から大雨降っちゃって取るのやめちゃったんですけども、やっぱね、ミオ4は正直そんなにネオ3と変わった感じはしない、履いてる感じ。みんな気になると思う、多分ネオ4とネオ4ベータどう違うかって、左右履いて違うかったんですけど、ベータの方が横が結構タイト、遠回りがタイトだから、こっちの方がちょっと緩いから、高高い人とか足幅広い人はネオ4の方が多分合うと思います。中足部の部分が2つ違うんですけど、ネオ4の方がもちもちした感じがします、ボール触った時に。でこっちはどっちかって言ったらパチンっていう感じの素足感覚あるので、これも好みやな。僕はちょっとクッション感あるこっちの方が触った時のタッチした時の感じはいいです。でもこっち素足感あって、まあ慣れてるのでマジでやりにくいってことは一切ないですね。ほんまに多分好みだと思います。好みとか足幅とかによって多分変わってくると思います。ということで、ちょっとこれは僕の髪の毛黒に金っていう僕の髪の毛カラーなんで、ちょっとこれからも愛用していきたいと思いますということで、俺はさらします。